今こそ知りたい女性特有の体の不調と向き合い方。今回は更年期ロス1兆9000億円の経済損失を阻止せよ。アドバイスしてくれるのは、さまざまな方法で女性の体の悩みと向き合っている産婦人科医の三輪彩子先生。三輪先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、更年期というテーマなんですが、まず更年期というのは一体どういう状況のことを言うんでしょうか。50歳前後で実は多くの女性は閉経を迎えるんですね、はい、でその前と後ろのホルモンバランスの乱れによってさまざまな不調に悩まされることが多くなります。この閉経の前5年後ろ5年の合わせて10年間を更年期というふうに表現してるんですね、うん、これは女性だけのものなんでしょうか。男性にも更年期というのはあるんでしょうか。実は女性だけではなくて、うん、男性にも更年期症状はあるというふうに言われています。徐々に起きてくるっていうのと、あとはいつ起こるか分からないという点で少し分かりづらさっていうのがあるかなとは思います、うん、そう聞くと、まあ、本当に人事とは思えない、自分事として考えた方がいいということですよね。そうですね、いずれは自分も体験するものとして思っておいた方がいいかもしれないですね、うん、女性は人生の中でホルモンの影響を受け続けます。更年期には卵巣の機能が低下することでバランスが崩れてしまいます。更年期症状ってホルモンバランスの乱れっていうのもあるんですけれども、一方で社会的な因子っていうのもその更年期の悪化には影響してるって言われてるんですね。で特に更年期を迎えるような女性の方はお子さんの受験だったりとか、あとは旦那さんが移動だったりとかですね、親の介護とかいろんなことがその時期に重なってしまうので、そういったストレスを取ってあげるとか、ちゃんと頑張って認めてあげるっていうのは本当一つ大切なことだなと思います。更年期というと、まあ、一般的にはイライラしてる、うん、まあ、そういうイメージがあるんですけど、他にも当然症状というのはあるんですよね。はい、やっぱりイライラが、ね、有名にはなるかと思うんですけれども、はい、それ以外にも顔がほてったりとか、尋常じゃなく汗をかいてしまうことがあって、もう汗が吹き出てくるんですよね、うん、でそのタイミングも予測もつかないし、はい、でそれに伴って疲れやすさが出てきたりとか、その他にも肩こりだったり、うん、背中の痛みとか、はい、あと関節痛とかもそうなんですね。実は多岐にわたる更年期の不調には自律神経の乱れも影響しています。閉経が近づくにつれて女性ホルモンの分泌が低下してくると、それによって脳も影響を受け、自律神経のコントロールがうまくいかなくなることがあります。それによってほてりや汗、イライラや不眠などの自律神経の失調状態に似た症状が現れるのです。まあ、実際に私の妻も今まで見たことがないような表情になったり、言葉を発したりというのは、ちょっと驚いてしまうぐらいのことがあったので、まあ、それほど逆にいろんな不調というものが深刻なんだなというのを目の当たりにしたんですけど、やっぱりもう僕も一言ではないので、とにかく会話と、それから本当に僕はハグするようにしてたんですけど、そうするとちょっと楽になっていたりすることもあったので、まあ、とにかく一言ではなく自分事として男性も考えるのが大事なのかなというのは感じましたね。おっしゃる通りですね。なんか女性はね、結構会話することで自分を見つめ直したりとか、自分を理解してもらうっていうことが必要になってくるので、それを周りの周囲の人たちがちゃんと理解してあげて認めてあげるっていうのは本当一つ大切なことだなと思います。何らかの症状がある場合は病院へ。症状に合わせた治療があるので、専門家にまずは相談を。40代以上の責任世代でもある働く女性のおよそ半数が更年期の不調によって仕事のパフォーマンスに影響が出ているといいます。更年期による経済損失はなんと年間1兆9000億円にも上ります。更年期によるパフォーマンスの低下、これに関してはどうやって防げばいいんでしょうか。更年期症状の対策としては、自分から情報を得に行くっていうのが一つ大切で、自分に合った対策を選べるようにしておく必要があるかと思います。それには企業も更年期を理解して認知が広がるような環境づくりっていうのは必要不可欠になってくると思いますね、うん、でもう少し具体的に会社はどういう取り組みをすればいいですか。オンライン診療の導入だったり、はい、更年期についての理解や知識を広げるようなセミナーだったり研修会を開いているところも多いかなと思います。ただ会社にいるとどうしてもね、我慢してしまうっていう方も多いと思うんですけども、
テレビの現場でもディレクターさんとかも女性がすごく多くなって、やっぱり、まあ、頑張り屋さんが多いんですよ、私の体験としても。そこはまあ頑張りすぎずということですかね、女性自身も。そうですね、なかなか自分からヘルプを求められる方も少ないんですけど、当事者からのこうサポートをしてくださいっていうようなアクションも必要ですし、あとはもう当事者になってからではなくって、はい、もっと若い世代から自分が将来こういうようなことを経験していくんだっていうような認識で、まあ、準備をしていくっていうのも一つ大切かもしれないですね。仕事を継続するためにもこの働き方でいいのかとか、更年期を経ることでこう新しい自分を見つけるようなきっかけになってくれればと思います。実際その組織にとっても優秀な人材を失わないという環境づくりが大事になってきますよね。そうですね、企業にとってはやっぱり経験を積んだ優秀な人材の損失を防げる対策になってくると思いますので、ぜひ力を入れてもらいたいなと思います。さまざまな更年期の悩みに関する専門家のコラムやセミナーを開催した企業の取り組み事例など、当事者も職場も更年期の知識を深められるこちらのサイトをチェック。